きれいな水だとサワガニとかヘビトンボで、少しきれいな水、少し汚い水。はい、こんばんは、サディルーム斉藤です。今日は中産理科自然環境の9回目です。前回、二酸化炭素とか炭素の循環の続きとして、地球温暖化っていう問題が発生している、このことについて学習しました。今日はその自然環境の調査についてです。さあ、ここでいきなり今日のポイント1つ目、保全。ちょっとこの言葉覚えておいてください。人間が自然環境に積極的に関わって維持すること、前回の地球温暖化でもそうでしたが、人間が自然環境を破壊している。その破壊するのではなくて維持していくことを保全と言います。で、その保全をするためにもその自然環境が今どういう状態か調査することが必要です。で、まず水質調査。で、もちろん水質調査は、化学薬品とか使ってその pH を測ったりとか、不純物が入っていないか調べたりする、もちろん水質調査もあります。それともう一つ、この自然環境を調査するために指標になる水生生物を調べることで、ここの水はどんな状態かっていうことを知ることができます。で、これ皆さん教科書見てもらったら必ず載っていると思うので、きれいな水だとサワガニとかヘビトンボで、少しきれいな水、少し汚い水、そしてとても汚い水にはアメリカザリガニがいたり、ユスリカっていう、ユスリカの幼虫ですよね、のアカムシがいたりします。で、まずこういう水生生物を取って調査することによってそこの水質を知ることができます。で、それと同じように今度は自然環境調査で、今度は土ですね。そこの土を取ってその中にいる、昆虫とかその中にいる生物を調べて、その指標になる土壌生物で、その地域が開発が進んでいるのか進んでいないのかを知ることができます。で、ここで開発の進んでいない地域だったらムカデだったりヤスデだったりがいます。我が家の庭いっぱいいるんで、我が家の庭は、全然開発が進んでいない地域になるんだと思います。開発が進んでいる地域だとダンゴムシとかアリとかクモとかダニなんかがその土の中から取れます。その採取された土壌生物によってその開発状況を知ることができます。それとこの2つは動物だったんですけど、今度は植生調査ということで、コドラート、あまり聞き慣れない名前ですけど、1メートル四方ですから縦1メートル横1メートルに、割り箸か何かで4本こう棒を立てます。そこを紐で境をして、この1平方メートルのこの枠のことをコドラートと言います。で、そのコドラート内の被覆率何%ぐらい植物が覆っているか、それとこの肥度、どの植物がそのうち何%を覆っているか、その割合を肥度っていうんですけど、そういうものを調査することによってその地域の植生も調べることができます。このような形で自然環境を調査して、でその調査に基づいて保全していくこと、がとても大切ではないかなと考えられます。さあ、で次回この自然環境の最後なんですけれども、外来生物、これも人間によって、自然破壊を起こしている一つなんですけど、その外来生物とか、あとは生物の絶滅について考えていきたいと思います。では今日の授業は以上です。